石田さん、留学おめでとう。校長先生ね、今年の1年生はどんな人たちかな。そう思いながら、君たちの座っている様子を見ていました。点数をつけました。100点。上手に座っていました。足もね、バタバタせずに。しっかりとお話を聞けていました。その様子を見てね、校長先生とっても嬉しくなりました。校長先生ね、皆さんに2つだけ、本当はいっぱい言いたいことをお願いしたいことがあるんだけども、2つだけあんまりいっぱい言うことはありませんね。2つだけお願いします。一つ目、銀河は今日からこの山台南小学校の1年生になりました。学校の中にどんなものがあるのか、おトイレはどこかな、遊びに行く運動員はどこかな、怪我したときに保健室はどこかな、何も分かりませんね。今これから皆さんはこの小学校に入ったときにいろいろと教えてもらうことになります。教えてもらう人は先生方であったり、また2年生以上のお兄さん、お姉さんに教えてもらうことになる。その時に教えていただいたら、ありがとう、声に出して言ってほしいんです。ちょっと難しい言葉ですが、感謝という言葉です。ありがとうのこと、感謝のことをいつでも持ってほしいです。これが一つ目。できますか？できるなって思いました。そーっと手を挙げてもらう上にありがとう言えるよ、優勝手を挙げてもらう。はい、ありがとう。二つ目、今日、山台南小学校に入った子供たちが34人です。幼稚園や保育所、保育園で習ったり、きっと1年生になったらって言った。教えてもらったり、友達100人その頭になります。残念ながら100人いませんが、今日一緒に入った34人の皆さんは1年生1組の仲間になります。34人の仲間がみんな仲良く、困った時にはどうしたの、声をかけてほしいなと思います。また山台南小学校には2年生から6年生までのお兄さんお姉さんがいます。特にこの山台南小学校では竹割り活動という活動が熱心にやられています。6年生から1年生までの
たち34人を合わせて222人、100人以上います。校長先生は222人のみんなが友達になれるようになってほしいなと思います。これが2つ目です。誰とでも仲良く、お友達になれるな、思う人、そばっと手を挙げてもらう。はい、すごい、さすがです。もう君たちの手を挙げてくれている姿を見て、校長先生はとっても嬉しくなりました。さて、保護者の皆様、本日は誠におめでとうございます。学校の桜など、例年でございますと、ちょうどこの時期、桜の花が満開でございますが、昨日ごろから、やっと桜も目につくように咲き始めてくれました。始業式が4月9日に行われます。そして1年生の子どもたちは2年生以上の子どもたちと初めての出会いがあります。その初めての出会いの頃にはきっと満開の桜が咲き誇って暖かく迎え入れてくれると思っております。今日から34人のお子様をこの山台南小学校でお預かりすることになりました。私どもは教職員が一丸となって大切なお子様をお預かりし、そして6年間通して育んでいきたいと思っております。今後ともいろいろとご協力、またご支援いただくことがございますが、どうかよろしくお願い申し上げます。子どもの育みは学校だけでできるのではございません。家庭、そして本日ご臨席いただいております地域の方々、学校、家庭、地域、この3者が力を合わせて共に育んでいくということが必要でございます。そういう意味で今後とも地域の皆様方もいろいろとご支援いただくことでございますが、よろしくお願い申し上げます。結びになりまして、本日は何かとお忙しい中ご臨席を賜りました教育委員会岸田学校教育委員長お来賓の方々、本当にありがとうございました。今後ともさまざまな場合でご支援いただくことをお願い申し上げまして、私の指揮といたします。1年生